写真拡大。DeNA 平健太郎24が24日阪神との練習試合横浜に先発。1回にスリーランを浴びたが3回4安打4奪三振3失点と粘った。スライダーがブルペンでは良かったけど試合に入ると曲がりが悪くストレートもあまり良くなかった。イニング間のキャッチボールを行い修正できた。1回先頭の木浪のボテボテの遠ゴロを握り損ね内野安打で出塁を許すとマルテを歩かせ1、2塁。西から5番サンズに外角の速球を左中間へ運ばれた。それでも横手投げからのスライダーカットボールシンカーを巧みに操り2、3回は走者を背負いながらも無失点で切り抜けた。右腕についてラミレス監督は本塁打だけは良くなかったが終始安定していたし悪くなかった。安定性や投球の組み立て方などを見ても怪我さえなければローテに入らない理由がない。どの試合になるかはまだわからないが間違いなく入ると改めて開幕ローテ入り確定を明言した。